皆さんおはようございます。本日は UTMF ウルトラトレイルマウント富士の秘村に行ってきます。今日はこの山中湖から富士急まで行きたいと思います。皆さん出る方楽しんでみてね、出ない方も楽しんでね。山中湖エイドから富士急ハイランドゴールまでのコースタイムは21時間。さあ10時間以内で行けるでしょうか。おそらくあそこですね。いい登りですね。MF の人たちは120キロ走ってるからね、頑張ろうっていう感じですよ。本当にすごい、尊敬します。前を見ると高い山と高い階段があるんですけど、皆さんそういう時は後ろを見てください。山中湖と富士山が応援してるよ。これは頑張んないといけないですね。よし、山頂に到着しました。で、景色こんな感じ、最高だね。達成感しかないよ。おはようございます。ちょっとだけここ山頂来てテンション上がってちょっとだけ走っただけです。ここは緩やかに降りていきます。バイケーさんの目がいっぱいあります。バイケー友達を楽しみながら、可愛いなって思いながら走るとまたいいね。いいね、こんな気持ちいい道、家の近くにあったら絶対トレラン好きになるし、山中湖に引っ越していきたいと思っちゃうよね。分岐でございます。今からこちら高砂山また登っていきます。今までは気持ちいい、とっても気持ちいい下りでした。ただ根っこがあるから皆さん気をつけてくださいね。あの目の前の山は高砂山です。1キロもないな、ここから。よし、そのまま行きます。落ちてたので縛っといたよ。ここから山伏峠まではこんな感じで尾根を登ったり下ったり繰り返していきます。楽しい。富士岬平の富士山、富士山です。山中湖に移りそうですね。見て見て、よいしょ、どのの階段ができてる。よいしょ、歩きやすいけど滑りやすいから気をつけてくださいね。富士岬平を越えてきたところなんですけど、土の袋がいっぱいあって滑りやすいので気をつけてください。細尾根ですね。細い尾根って崩れているので気をつけながら行きましょう。安全第一。この木田を上がる、どんどん好きだな音が。ここは山伏峠で、次が石割山分岐に向かって行きます。よし、急登が続きます。よいしょ、よいしょ、登山だよ。よいしょ、よいしょ。こちら今日の初エイド、なんとこちらは父が作ったクリームチーズパン。父パン作るのうまいんですよ。あ、おいしい、おいしい。山でパン最高ね。じゃーん、七夜のバウムクーヘン、ありがとう。補給食いただけるなんて幸せの塊でしかないね。これからも皆さん補給食待ってます。ニョッキニョッキニョッキ、ひわり山に向かっていきます。
はい、鉄塔ありました。そしたらじゃん、本当はこちらの二重曲がり行くんだけど、ちょっと石割山に登って皆さんに景色をお届けします。富士山がドーンと見える。富士山、こんにちは。石割山山頂です。こっちにね、走るとね、本当にこう湖があって富士山があるから自分の位置が確認しやすい。とってもいいね、住んでる感がある。うん。で、土のうが階段になってる。だからありがたし。雨降ったらここはドロッドロの下りになるはず。皆さんお気をつけて。でも当日は晴れますように。見てください、富士山と桜と忍野高原二重曲がり峠1151です。あ、最高ですね。ここに当日はエイドができます。山の神って書いてあるよ。いつも走らせてくれてありがとう。見て見て、はい、大ボス釈師いらっしゃいました。今から登ります。あの天空の鐘をカン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 鳴らすぞ。よいしょ。いやー、ここの登りは本当に系統ですわ。でも登りがあれば下りもある。なんで頑張れるよ。こりゃ登るねー。今釈師登り中。この登りはきついから体力残しといてね。岩場です。両手両足を使う岩場ですので、安全確保していきましょう。ラジオ。はい、木登りを登った後は少し下って、あ、そうだ、釈師。よいしょ。ね、足も疲れてるからね、気をつけて下っていきましょう。釈師到着しました。釈師山、夢にまで見た。釈師の鐘。控えめに鳴らしてみた。いい音だね。天空の鐘着きました。次のエイドの町まで降りてきます。気持ちいい。すごい。あすみこまでこういうジグザグな道をジグザグジグザグと下って降りていきます。下りながら林道を走って、2、3キロも走ってます。ちょっとここは力を抜いて下りに足を任せて、ふーっと一息後半つなげていきましょう。マウント釈師ゲートウェイキャンプ、良さそう。来ました来ました来ました。池に降りていきましたよ。ほら池が見えるでしょ。やった、富士吉田エイドです。富士吉田エイドはうどんが出ますよ。ここ最後のエイドだからね、しっかりカロリー補給していってね。元気が出るイラストだね。あー、2リットルうまっ。あっちも見た、あっちも見た。この歩道橋は渡ろうね。渡らないと失格にしちゃうって言われてたよ。ストラバチャレンジ下山です。あそこめがけて直通です。数々の名勝負が生まれたあの下山ですが、全く足が動く気がしないんですけど頑張ります。
あー、アイスの実が出る。やべえ、2リットルって伸びすぎたよね。ここかの有名なタカちゃんうどんありました。はい、 UTMF とカイのこの最後の上り区間、これはストラバのセグメント区間になっています。 GPS の時計を持ってこのセグメント区間を走ると自動で登ったタイムを競うことができます。この、順位がつくんですけど、その表彰もストラバから表彰がされます。 UTMF とカイとは別に表彰されます。ここの上りの順位を見てみます。これだね、 3.58 キロで 17.7%、 646メートルも上がるやつね。女性だと43分で登ってる。49分50分、みんな1時間切ってきてるよ。やば。男性だと何？ 34 分よし、頑張るぜ。はい、タイムは自動的に計算されるのでつけっぱなしでいいです。今、今日スタート、ここからスタート。あ、見て、ここにあった。序盤の坂はそんなにきつくもないので走れそうなところまで走るのチャレンジしてみます。いい感じの上りになってきました。さっきカロリー取ってからね、ちょっと動けるようになったよ。しっかりみんな登る前に食べよう。食べてしっかり回復してから登った方がおそらく元気に登れるよ。距離半分ぐらい。天井棒って書いてある。見て、階段が見えてくるよ。よし、交番線ですわ。よし、行くぞ。半分来たよ。なるほど、後半になるほど傾斜きつくなります。でも最後だからね、最後の登り楽しもうよ。ちょっとだけ下りがあります。夜間パートだから、この夜景に励ましながら走るはず。よし、頑張るぞ。分岐点セグメントゴール。ちょっと休憩。はあ、気持ちいい。追い込めるね。皆さん、3メートル下をトラバースするんだけどね、ここがね、ちっちゃく書いてあるの、下山って1301って。はい、はい、三角点。はい、よし、あとは下り口調ですよ。ちょっと寂しくなるね。もうちょっとで終わりだってなるよ。ちょっとこれを噛み締めながら走ろうよ。よいしょ。川口湖が見えてきました。さあ、あと3個を。ねえ、ちっちゃい山なんですけど、登らせてくれるなんて。とっても、優しいね。ありがとう。ありがとう。あー、気持ちいい。はい、上から来ました。今回の大会のためにこのコース作られてるんだね。ありがとう、感謝の気持ちを込めて通ります。あいや、あいや、あいや、最後だから気をつけてね。結構階段高いよ。見て見て、富士急のジェットコースターが見えるから、あそこがゴールだ。いいじゃないか、乗りたいな。でここの時はね、26回ぐらいジェットコースター乗ってたんだよ。友達の誕生日が26日だったから。はい、ここでトレイルから、こうトレイルからロードに切り替わる、ここで順位が終わります。順位が決まります。こうあと 2.1 キロはゴールまでの 2.1 キロは楽しい余韻を感じながら行きましょう。いいなぁ、乗りたいなぁ。で、ゆっくり乗って、ふぅーって落ちるんだよ。この橋過ぎると、300メートルでゴール。やった。
終わりました。疲ったね。久しぶりに、さっきフルマラソンの練習して、やばきついね。楽しかった。あー、ジェットコースター乗ろう。タイムが8時間5分です。皆さん参考にしてくださいね。今日もね、すっごい暑くて結構飲んじゃったな。呼吸間違えるとちょっと進まなくなっちゃうから、みんなしっかりと水分補給を映像でしっかりしてください。本当に暑いです。富士五湖ね、本当に標高高いんですけど、いや関係なかった今日は。まあその天気ね、天気予報を見るようにしましょうね。山中湖にバスで戻ります。その後セグメント見るから楽しみ。富士山温泉超嬉しいんだけど、やっぱね、走って温泉入るって本当に、ね、天国なのさ。あー嬉しいな。下山まで登ったセクトラバセグメントチャレンジの結果ですね。女性全体3番でした。いや頑張った。ドラバがあるっていうことで、うん、頑張れたな。じゃあまたどっかのお山で。じゃあね、バイバーイ。富士山見えるんだよ。